おはようございます。本日おすすめはこちら、杉井ひかるさんのさよならピアノソナタです。深い傷にそっと寄り添う青春物語です。中心にあるのは音楽、そしてバンドです。主人公は音楽ライターの父親を持つ高校生、空き教室で一人 CD を聴いておりました。そんな中、転校してきた天才ピアニストは主人公の居場所を奪っていきます。そこから始まる、いやもう始まっている一バンドの物語です。後日談も含めて全5巻の作品なんですが、シリーズが進むごとにより刺さっていく作品です。ぜひお読みくださいませ。